岡田春江で,まで大炎上感染者のワクチン接種で、本日17日に放送されたテレビ朝日のモーニングショーの中で、自称感染症の専門家の岡田春江さんが視聴者から、感染者もワクチンを打った方がいいですかと質問され、この方は当然、コロナの抗体をお持ちですから、ワクチンの接種の必要はないと思うと発言してしまい、現在、批判が殺到しております。 こちらはテレビ朝日側がデマだと判断し、厚労省はワクチン接種を認めており、WHO はワクチン接種を推奨していると、岡田さんの発言を訂正されておりますが、岡田さん、まずですね、一般常識レベルの知識として、現状、新型コロナウイルスのワクチンについては、 2回接種しなければ十分な効果が得られないことが確認されておりますので常識的に考えて一度だけ感染した方に関しては最低でも1回はワクチンを接種する必要がございます感染者が一度ワクチンを接種すれば十分ワクチンの効果が 得られれるとされておりますので岡田さんは専門家を自称されているのであれば、まあ、最低でもこのような説明をしなければいけないはずでございましたが、まあ、実際にはそれができず専門的な知識が感染症の専門家として明らかに不足していることが明確になってしまいました。 この岡田さん、まあ、実際には和田明子さんと同じ事務所に所属する芸人でございますけれども岡田さんにはこのようなデマ明らかに公衆衛生上の脅威になってしまっておりますので専門家として日々新しい情報を収集し論文を読み込み 正確な主張が行えないのであれば、今後は二度と感染症の専門家として、テレビやラジオなどにおいて、感染症に関する主張を行わないようにお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました